ど飲めないの？飲めないんで。ウーロン茶かコーラかジュース。ウーロン茶だよ。ちょっとね早く来すぎたね。生ハゲまだ来てない。待ち合わせてるわけではないんだけど、でも来るんだよ。クリスタルだから。クリスタルだから。そう、クリスタルに集まろうっていうのはもう共通言語として。帰れなかったら来るわ。戻ってきましょう。帰れなかったもう。ありがとうございました。いや、いなかったね。生ハゲさん。生ハゲいなかったけど、結構重要な手がかりがこのスナッククリスタル。やっぱ生ハゲさんも当然持ってるんですよ。どう持ってるね。いいんじゃないかな。ちなみに、まあ、朝の4時半、朝の4時半です、これから生ハゲさんに会いに、行きたいと思います。よし、生ハゲと約束してる、約束というかここにいるだろうというところにやってきました。ちなみにここ市場です。いくらで行ってみますか。ちゃんと来てくださいよ。俺だけだって不安っすよ。寮に来たんだけど、あ、これでもじゃああんま行くと危険じゃないかな。もうそこすぐ海ですよ。映ってるかな。映ってるかどうかすら不安なんだけど。呼んでみたらどうですか、生ハゲさん。海にも。生ハゲさん。いや海にはいないよ、だって。探そうなにも人いないっすよ、誰も。人いないんだけど、これでも根室漁港だって連れてこられて間違いないんで、ここにいることは。だって根室漁港だって言ったもんな。顔がすごい痛い。っていうか、あれです、生ハゲさんどんな顔とか知ってんですか。いや、知らないけど。あ、でもあれを予想図を書いてきたよ。予想図を書いてきた。あ、生ハゲさん。うん。これはちょっと一回あれですね。作戦を変更して、戻って生ハゲを返しないと。生ハゲ、もうまずどんなやつかを。これ顔が痛いっす。顔がすごく痛いっす。なんかちょっと罰ゲームっぽくなってきちゃったんだけど。
バナディール通信ボリューム7が2009年4月2日にきっと発売されます。よろしくお願いします。なんとか2000円以内で収めます。